増税メガネこと現岸田首相の北朝鮮訪問が突然報じられました。そんな中、日本の F3 戦闘機開発が注目を集め、2030年には初号機の製造開始という情報を入手しました。今回は、日本、イギリス、イタリア3カ国での開発加速と2035年日本 F3 戦闘機完成予定について見ていきます。日本が独自に設計したエンジン新進や XF9 を量産していけばいいのでは、という意見が多いようです。2035年から退役予定になっている F2 戦闘機後継の次期戦闘機の開発ですが、2020年10月に三菱重工業が主幹になって、7社、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、NEC が参画して進められてきました。しかし、これまで単独での戦闘機開発の経験に乏しい日本だけで、次世代戦闘機を純国産で開発するにはかなり難しいと予想されました。とこで、戦闘機開発における最新技術を持っている海外企業との技術連携が必要となり、協力企業として、アメリカのロッキード・マーティンとボーイング、イギリスの BAE システムズの3社が挙げられていたのです。この3社の中では、すでに航空自衛隊に導入されている F-35 ライトニング2や世界最強とも言われている F-22 ラプターなど第5世代ステルス戦闘機を開発した実績を持ち、F-2 戦闘機のベースとなった F-16 ファイティングファルコンの開発元でもあるロッキード・マーティンが技術提携先として最有力視されていました。2020年12月には、ロッキード・マーティンにほぼ決定され、さらに次期戦闘機テンペスト開発を進めていた BAE システムズやロールス・ロイスなども、共同で開発を進めているレーダーやエンジンなどと、同様に協力を依頼する方針ということが報道されていたのです。しかし、問題がありました。ロッキードとの技術提携には、F-22 や F-35 製造で培われたステルス技術が活用されるだろうと期待が膨らみましたが、かつて同社の F-16 をベースとして開発した F-2 戦闘機の重要システムの肝心な部分の情報がブラックボックス化されたため、アメリカ側の了承なく日本が回収できないという弊害が生じたので、次期戦闘機に関しても同様の状況が懸念されていたのです。一方、イギリスはユーロファイタータイフーンの後継機種として、次期戦闘機テンペストを、イタリア・スウェーデンと共に共同開発を進め、ヨーロッパの次期戦闘機の座を、フランス・ドイツ・スペインの共同開発による F キャスと争っていました。イギリスは、テンペストの開発費用確保と経費削減を狙って、テンペストと同時期に次期戦闘機収益を目指している日本に接近していたと推測され、日本は、ロッキード・マーティンとの技術提携を不安視しているので、両者の思惑が一致したわけです。これによって、2022年5月、日本政府関係者は、政府が、これまでの方針を大きく転換し、海外の開発支援企業をロッキード・マーティンから BAE システムズに変更する意向ということを明らかにしました。この方針転換の背景について、軍事評論家などが理由を考えているようです。アメリカでは、第6世代戦闘機の開発計画が進んでおらず、ロッキード・マーティンの関心が低く、技術提携に乗り気ではないということ、次期戦闘機との連携度は高くはなかったのです。イギリスとは、テンペストと次期戦闘機の開発時期がほぼ重なる上に、レーダーやミサイルなどの装備品分野でも、イギリスとの共同開発案件が複数進行していることを理由として挙げるようです。2022年7月19日、イギリス政府は、日本とイタリアの3カ国の協力を強化して、次期戦闘機の共同開発を実施すると発表。日本とイギリスにイタリアが加わった理由については、テンペストの開発にイタリアが参加していたこと、イギリス政府は、日本とイタリア両国が、共に F-35 を運用していること、過去に共同演習を実施していることなどを挙げました。さらに、8月14日、日本の複数の政府関係者は、日本の次期戦闘機開発計画とイギリスのテンペスト開発計画を統合し、
共通の機体を開発する方向で最終調整に入ったと明らかにし、イタリアが参画することも公表しました。そして、2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、第6世代ジェット戦闘機の共同開発プログラムとして、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP、グローバル・コンバット・エアープログラムを立ち上げ、共通のジェット戦闘機を共同開発して配備することを発表。2024年内に、各国や各企業の開発担当や費用など分担詳細を決定し、2030年に初号機の製造をスタートし、2035年には納入するというスケジュールを明らかにしました。GCAP に参加する企業ですが、日本は三菱重工業が主契約者となり、三菱電機が電子機器担当、イギリスの主契約者は、BAE システムズでエンジン開発担当としてロールスロイス、ミサイル開発には、MBDA UK となります。イタリアでは、レオナルド SPA が、主契約者で、イギリスにミサイル開発を担当する子会社のある MBDA が、ミサイル開発で参画しています。なお、GCAP に、サウジアラビアが参画を希望していると、イギリスのファイナンシャルタイムズ紙が、2023年8月11日にスクープとして報じています。7月に、岸田首相がサウジアラビアを訪問した際、参画への希望を伝えていたと言われますが、2024年2月時点で、サウジアラビアが GCAP に参画するという情報はありません。イスラエルのガザ地区侵攻や、それに絡んだイエメンの風刺派による航海での西側諸国の民間船舶攻撃などの影響があるのではないかという推理もあるようです。2023年9月、日本、イギリス、イタリアの各政府は、次期戦闘機開発を統率するための政府間組織を、2024年秋頃に発足させる方向で最終調整に入ったと、複数のメディアが報じていました。本部はイギリスに置き、組織のトップに日本人が就任する方向で調整されているとして、年内にも正式合意する見通しであることも伝え、同時に、3カ国間で、本部の所在地などを盛り込んだ政府間組織創設に関する条約を締結する予定で、日本政府は来年の通常国会に条約案を提出し採決する方針ということです。また、開発の中核となる日本の三菱重工業と、イギリスの BAE システムズ及びイタリアのレオナルド SPA は、政府間組織からの発注に基づき、機体設計や製造などを担う共同企業体 JV を立ち上げるそうです。その JV の本社機能をイギリスに置き、初代トップはイタリア人が就任する方向とみられます。なお、政府間組織と JV のトップについては、数年ごとに3カ国から交代で就任するとされます。交代によって、人事と本部の所在地など、形式上3カ国のバランスを取った形になるわけですね。日本では、どちらの組織の本部もイギリスに置かれるので、日本政府がこれまで掲げていた次期戦闘機を日本国内主導で開発するという前提に反するのではという指摘もあります。しかし、その反面、戦闘機開発においては、イギリスに1日の長がありますし、開発に必要な技術を保持しているので、両組織の本部をイギリスに設置するのは妥当だという声もあります。イギリスが中心となって開発を進めてきたテンペストは、日本の次期戦闘機よりも進んでいたとされ、企業や研究機関が、テンペストの開発のために、これまでに結成したチームテンペストでは、イギリス政府から開発、製造コストを抑え、生産性、効率性、持続性を向上させる技術革新との要求を満たすべく、コンピュータ上で設計作業を行い、試験も、可能な限り、現実世界とコンピュータ上の仮想空間を融合させた XR、拡張現実でシミュレーションで行うデジタルエンジニアリングを活用し、製造までの工程を自動化する方針を明らかにしました。これによって、BAE システムズでは、2020年、航空機開発・製造の拠点に、テンペストの開発・製造を行うインダストリー 4.0 ファクトリーを開設、3D プリンターを活用し、部品を製造、その試作品の展示を行っていることなどから、このファクトリーのあるイギリスに、
政府間組織と JV の本部を設置することは合理的であるという見方が大勢を占めているようです。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で、日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日、ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、目されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F-22 ラプター、そして、F-35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上できたのだ。もともと、イギリスが、自国の BEA システムズ社を主管として言っているテンペスト計画には、これまでも、日本の参加を歓迎する雰囲気が統一しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが、自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが、大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を、最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の、政治的な次期戦闘機をめぐる利害が、図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前社からロールス・ロイス社、後社から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは、聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 に比して10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。
こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた機関部の開発への取り組みがある一方、日本で機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに次世代戦闘機に搭載するエンジンにはレースができている。それこそ IHI 社が現防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えうる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの主要な部分の研究から始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。最終的には、ここでも、一部の機関を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第一段階、及び第二段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが、試作機の XF91 エンジンとして完成を見た。 IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは1機が2018年6月に防衛装備庁へと無事納入され、以後はおよそ2年間にわたってその動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成したタービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界マと見ても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり、大型の部類に属するが、その仕様と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は、およそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値は、いずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で、最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、
F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この XF-91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF-91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。もった味方護衛艦の建造計画ですが、12隻で終了し、次期 FFM を10隻建造するという情報があります。今回は、この次期 FFM の性能ともが、味方の画期的と言われた性能について見ていきます。画期的というのは建造能力でしょうか。年間2隻の収益ですから、中国を超えたと言えましょう。もっか、味方護衛艦の戦略的能力を徹底解説です。2022年12月16日、岸田内閣は安全保障関連3文書の改定を閣議決定し、2023年度以後の防衛予算を大きく増加させ、2027年度までの累計額がおよそ43兆円にも達すると、マスメディア各社が一斉に報じました。日本の防衛予算は年度ごと増加し、最終2027年度には、NATO 基準値として認識されている水 GDP 比で 2% に上がる見込みになっています。この水準に上がってしまった意義は大きいという声もあります。NATO 加盟国は、2022年2月のロシア・ウクライナ戦争の余波を受け、ポーランドを筆頭に、多くの国が軍事費増額に着手しているので、対 GDP 比で 2% の目安は早晩達成されるだろうと確実視されているのです。ただし、こういった NATO 加盟国の中でも、ドイツやフランスなど人口や経済規模の大きい国は、ロシアやその勢力圏の国とは、国境を直接接していないせいなのか、比較的に動きが鈍いと感じられます。というのは、地続きであるヨーロッパの地政学もあり、地理的な要因が大きいためと推察されますし、かつての東欧諸国がロシアなどと対峙する最前線になっている。一方、ドイツやフランスが隔てられている現実があるのでしょう。一方、日本が位置するアジア状況を考えると、大陸の突端に位置する韓国は、地続きで北朝鮮と接しているので、万が一の侵攻に備え、大量の砲弾を備蓄していることが、ロシア・ウクライナ戦争で再確認されました。韓国は、野戦砲である、155mm 榴弾砲砲弾を大量に備蓄しているので、ウクライナへの同砲弾の供給に苦慮するアメリカは、その有効活用を機として、迂回供与により、韓国の備蓄をウクライナへ回すという方策が話題になりました。この話題は、そこまで、日本のマスメディアには取り上げられていないと感じられますが、かつて、朝鮮戦争という大規模な地上戦を経験した韓国は、砲弾の備蓄量が日本と桁違いということが認識させられたのです。日本は、幸いなことに、四方を海で囲まれているので、軍事力の重点は海上自衛隊に置いているのですが、現状は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻等の艦艇の体制構築に取り組んでいます。そうした中、海自の最新鋭護衛艦といえば、2022年から実戦配備が開始されたもが味方です。ネームシップで、1番艦のもが、身を皮切りに、2023年3月までの期間に、4番艦三隈まで収益をスタートしました。もっか、味方護衛艦は、基準排水量3900トン、
満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、深さ 9.0M のサイズで、計画当初は3000トン級が想定されていましたが、3割ほど大型化されたという経緯があるそうです。最上型護衛艦は、海上自衛隊艦艇としては、初採用となるコダグ方式の機関を搭載しています。コダグ方式とは、MT30 ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンを2機組み合わせたもので、2軸のスクリューで推進するということです。最上型護衛艦の機関部は、マックス7万馬力の出力を発生し、最大速力30ノット以上ですが、初期段階では、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦のコンセプトに倣う構想もあって、40ノット以上の速力を想定していたとか。しかし、海軍艦艇同士の戦闘が起きる可能性が極めて低いと見られる状況では、こういった40ノットもの速力を出す機関部の構成にすると、大幅な燃費の悪化を招くため、この案は見送られたということです。例えば、海上自衛隊の最新鋭イージス護衛艦のマヤ型の場合、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長 170.0m、全幅 21.0m、深さ 12.0m ですから、排水量ハモが、身型のおよそ倍と言えましょう。しかし、マヤ型の機関部には、コグラグ方式が採用されています。これは、ガスタービンエンジン2機と電動機2機を組み合わせたもので、使用上では、最大出力6万9000馬力、最大速力30ノット以上と公表されています。単純に、カタログスペックの数値で比較すれば、身型浜屋型の半分の排水量しかないにもかかわらず、最大出力で上回るエンジンを搭載していることになりますが、その反面、最大速力が同じレベルいうのが興味深い点と思われます。ちなみに、マヤ型の土台であるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、2023年5月現在就役中の最新バージョンである、フライト 2A は小ガグ方式を採用、ガスタービンエンジン4機で、最大出力26250馬力、最大速力30ノット以上とされています。本機のアメリカ海軍は、マヤ型の倍のガスタービンエンジン4機を搭載しているので、文字通り桁違いに強力ですが、最大速力が30ノット以上とほぼ同じということもポイントと思われます。というのは、このサイズともなれば原子力推進のような動力でなければ、通常動力型の機関部で推進する艦艇の速力は大差がないことを示していると同様、現代の水上戦闘艦はスピードによって性能を高めようとはしていないことも表していることになります。これは現代の海戦を想定した場合、水上戦闘艦が最も攻撃されるだろう敵の兵装は、機動性では回避不可能な対艦ミサイルとみなされていることが最大の要因でしょう。つまり、速度が多少上がったとしても避けられないということです。身型が当初取り入れようと考えていた最高速度40ノット以上のアメリカ海軍の沿海域戦闘艦ですら、代替艦として建造中のコンステレーション級ミサイルフリゲートですら最高速度26ノット以上ですから、大きく様相が変化したというわけです。さて最上型護衛艦ですが、小柄艦隊ながらも強力なコダグ方式の機関を搭載していることと、機能面では一見してそれとわかる高度なステルス形状、対機雷戦闘まで担える点が最大の特徴でしょう。この護衛艦は、主兵装である VLS 垂直発射艦にしても16セル分しか装備していない比較的軽武装な艦艇ですが、従来の汎用護衛艦 DD やイージス護衛艦 DDG に比べて攻撃力を追求しようとしたわけではないのです。数で分かっている中国海軍に対し、中武装で正対しようと考えているわけではなく、従来はもっと小型の掃海艇が担ってきた対機雷戦闘、敷設から除去能力を付与して南西諸島防衛を目指したものと推察されます。そこにおいて、最上型は、有事の際、中国海軍の艦艇の南西諸島への接近を、機雷敷設による海上封鎖で防ぎ、
逆に機雷を敷設された場合は除去し、味方の南西諸島への上陸を支援するものと考えられます。ただし、2022年の収益時点で、ハモが、味方は、マックス22隻建造される可能性があると見られていましたが、2022年末の安全保障関連の3文書の改定内容では、今後は、新型艦艇を建造していくことが表明されました。これによってもが、味方は、12隻で建造が終了し、後継艦が、現時点は10隻ほど建造される予定になっています。いずれにしても、同艦で初めて採用された FFM という艦首記号の艦艇が22隻になることは変わらないようです。これは、護衛艦54隻体制の中では、最多艦首となるもので、新型 FFM についても、現行のもが味方を設計、建造した三菱重工業社と、ジャパンマリンユナイテッド社がその受注を競うことになっているそうです。新型 FFM がもが、味方から、どのような変化を遂げるのかが注目点になりそうですが、防衛予算が増額するのだから、建造段階から VLS も兵装と一緒に装備してほしいという声があるようです。納税者としては、予算が増えたからといって、兵装を買いまくって全部消化しなくても、と思うんですけどね。四方を海に囲まれた日本を守る海上自衛隊の護衛艦にも、変革期の波が確実に押し寄せており、この度、激変する世界の安全保障環境の潮流に対応した新世代護衛艦、モッガミが誕生した。モッガミの何が、先進的なのか、詳しく見ていきましょう。はじめに、世界の軍艦や艦艇には、役割を表す艦首記号が付けられているのはご存知だろうか。護衛艦や駆逐艦なら、デストロイヤーの DD、続いて、ヘリコプター搭載型護衛艦は、ヘリコプタール、デストロイヤーの DDH、そして、潜水艦は、サブマリンの SS などが付けられている。今回の、モッガミに付けられた FFM は、対潜、防空能力を持ち、揚陸部隊や補給部隊などの護衛を任務とする、艦艇フリゲートのフリゲートの FF に、多目的のマルチパーパスと、機雷、マインの M を足した多機能護衛艦という艦首を掛け合わせたものである。ここからは、新世代護衛艦、モッガミの特徴を解説していこう。全体の指揮を行う艦長、魚雷、ミサイルなど下機の指揮を行う砲雷長、艦の航行について指揮を行う船勤務長、機雷の探知、除去の指揮を行う総海長といった参謀メンバーの指揮の下で運用される。1、大砲以外は何もなく、フラットになっている、全甲板に、ステルス性を考慮して、凹凸のない側面の艦隊外装。3、格納区画と呼ばれるコンテナやボートを格納できるクレーン付きのスペース。4、種々のレーダーが一つにまとまっている、マスト。5、艦の状態、状況を示す旗を上げる、旗流信号。6、艦橋と呼ばれる艦の操舵など、運航を行う場所。7、CIC と呼ばれる艦内の情報がまとめられ、指揮、命令を行う場所。8、USV 格納庫と呼ばれる搭載水上無人機の搬出入りを行う区画級。男女でエリアが分かれている隊員の居住区画中、ヘリの離れ着艦を行う飛行甲板。11、隊員が調理、喫食を行う食堂。12、鎖につながれた怒りを巻き上げるための溶病機がある怒り甲板。これら12個の艦艇区画によって構成されている。各種戦場において、敵の戦闘機や護衛艦などの場所を探知するときは、目視する前にレーダーなどを使用する。そのレーダーから発射された電波が対象物に当たり、跳ね返ってくることで、そこに対象物があるかどうかを知ることができる。その電波をレーダーに戻らないようにする技術がステルス技術ということであり、実際にカメレオンのように擬態するわけではない。対象物がレーダーに映る容易性を表す指標は、レーダー反射断面積 RCS という数値で表される。ステルス性を高める方法は大きく分けると2通りあって、一つは、全く別の方向に反射させて、電波をレーダーに戻さない方法である。もう一つは、特殊な塗料などで電波を吸収してレーダーに戻さない方法だ。それらステルス技術を駆使した場合、レーダーから発射された電波は、
別の場所に反射されたり、特殊塗料に吸収されたりして弱まる。その結果、レーダーには電波が戻らないので、反応上は何もいないように見えるわけだ。現代では、レーダーに映りにくいステルス艦が導入され、ソナーでも探知しづらいステルス潜水艦といったものも登場してきた。さらに、水上、水中、空中の至るところに、無人機が使われる近代戦場となっている。そのような近未来的海上では、海上自衛隊の艦艇も、大きく姿を変えなければいけない。防衛省が公表している資料から垣間見える、未来の艦の姿とは、どのようなものなのでしょうか？ステルス性重視が、艦艇の形を変えた近未来護衛艦ということで紹介していくよ。武器については、地上レーダーでの捕捉や迎撃がしにくいと言われる極超音速ミサイルなど、新たなものが搭載されていくでしょうね。そして、近未来型艦艇の将来像を構想し、研究・開発を行っているのが防衛装備庁の装備開発官と言われている艦船装備担当である。加えて、研究機関である艦艇装備研究所に関しても、未来の艦艇作りに大きく関わっていて、それらの組織が公開している将来像を読み解いていくと、未来の護衛艦に向け、大きく、二つのポイントを考慮しながら研究、開発が進んでいることが分かった。一つ目のポイントは、ステルス性である。敵のレーダーに映りにくくなることで、攻撃される可能性も大きく減るというわけだ。水上や空中は、もちろんのことながら、近年では、水中ステルス技術の研究開発も進み、敵のソナーが発する音波に反応しないようなからくりも考えられている。実は、もっかみ型護衛艦に見られる角張ったフォルムも、レーダーの電波を反射させないための構造である。近未来哨戒艦において人手不足を補うためには、無人機導入による精進化が必要不可欠と言われている。もっかみ型も例外ではなく、後部の甲板には、無人の偵察ドローンが搭載されており、いつでも運用可能な状態であることを意味している。世界屈指の少子高齢化が進む日本では、自衛隊員の確保も難しくなることが当然ながら予想されている。そこで、ステルス性に次ぐ第二のポイントとなるのが、無人機の戦力化と消費化技術である。海上自衛隊の掃海艇では、すでに無人潜水機による機雷掃海が行われるようになっているが、今後、さらに高度なセンサーを搭載した UUV、無人潜水艇と USV、無人水上艇が活躍する日が来るでしょうね。また、海自では、護衛艦よりも、小型の新たな艦種として区分される、哨戒艦を、2026年度までに6隻調達し、順次収益させる予定となっている。この哨戒艦は、自動運航などの精進化技術を活かし、30人程度での運用実現を目指しており、この人数は、パキ月型護衛艦の約200人はもちろん、最新ロモが、2型護衛艦の約90人と比べても極めて少ない。現在の計画では、不審船の監視にも有効に使える無人機を搭載するほか、高性能なレーダーソナーによる高い探知能力を備える予定だ。人手不足が進めば進むほど、現在の潜水艦や護衛艦を補完する存在として、UUV と USV の運用を真剣に考えなければならないだろう。双方を連携させ、より効率的に活用できるよう、高度なセンサーを搭載した、さらなる進化型やそれらを運用するエンジニアも必要不可欠である。その人材をいかに確保していくかが、今後の海上自衛隊の課題となっていくだろう。自衛隊の装備品取得などを担う防衛装備庁は、諸外国との装備技術協力の促進を図るため、2019年の防衛装備技術国際展示会においては、模型、試作品、パネル展示なども積極的に行っていた。近未来的な考えも持ち合わせる防衛装備庁の構想では、スタンドオフ防衛能力、海洋アセット、ソフトキル、無人アセット防衛能力、AI 技術、次世代情報通信、宇宙、デジタルトランスフォーメーション、DX、高出力エネルギー、情報戦といった分野のほか、
自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結し得る分野のうち、特に政策的に緊急性、重要性の高いものについて、防衛関連企業等から提案を受けて、またはスタートアップ企業や国内の研究機関等の技術を活用することにより、民生先端技術の取り込みも図りながら、着実に早期装備化を実現していく。この内容からも、アニメの宇宙戦艦ヤマトの作者は、未来を予測していたのではないかと疑うくらいだ。ついに、台湾初の自国建造潜水艦、ハイクンが、ドックから洋上へ展開した。今回は、ハイクンの洋上試験開始について、詳しく見ていきましょう。アメリカの最新鋭技術も詰め込まれた、通常動力型潜水艦となっており、日本の太平型を超えているのではないかという話も出ているくらいだ。2024年2月27日、台湾南部の高雄にある造船会社 CSBC 台湾国際造船が、2023年9月28日に進水した台湾初の国産となる通常動力型潜水艦ハイクンを非ドックから出溝させた上で、高雄港内において、各種タンクの水密性や重量制御に、安定性やバラストのチェックなどの試験を実施し、問題ないことが確認された。昨年の進水式の際には、船体全体が台湾国旗を表す幕で覆われていたため、詳細な構造は見ることができなかったが、試験前に乾ドックへ移動された際に、ハイクン全体像がはっきり確認できる状態となり、岩子神型に、高周波ソナーや側面のアレイソナー、6門の魚雷発射管、排水口など、船体各部の構造や形状が明らかとなった。中国が、2027年までに台湾侵攻を実施すると、様々な専門家が予測している中、中国海軍が空母やイージス艦、強襲揚陸艦などの侵攻に必要とされる大型艦艇を次々に建造していることへの対抗策として、旧式化した4隻の通常動力潜水艦の刷新を図らせるために計画された潜水艦がハイクンなのだ。ハイクンは、ディーゼルエレクトリック機関を持つ通常動力型潜水艦であり、水中排水量は2500から3000トン、全長70から80メートルほどで、外事で水中排水量4000トンを超える、太平型や双竜型よりも一回り小さいが、戦闘システムに関しては、アメリカから最新のものが供与されたようだ。蓄電池には、双竜型の11番艦の鴎竜や12番艦の東竜のほか、太平型潜水艦に使用されているリチウムイオン蓄電池が搭載され、長期間の潜航を可能とし、水深の浅い台湾海峡に潜むには、通常動力型潜水艦より騒音が大きい中国海軍の原子力潜水艦よりも有利だと言われている。加えて、双竜型や太平型との共通点として X 字舵が採用されており、これらのことから、ハイクンの開発に日本が絡んでいるのではないかとも噂されていた。その噂は、自意識過剰な部分があり、実際に、X 字舵は、日本の潜水艦が採用する以前からヨーロッパで導入されている技術であり、リチウムイオン蓄電池に関しても日本独自が開発して他国が使用できないわけではなく、日本が台湾にそれらの技術を伝えた証拠にはならない。ただし、通常動力潜水艦の性能においては、世界一と評価される日本の潜水艦開発、製造技術が台湾に伝えられている可能性があるということだけでも、中国への牽制となるだろう。しかも、台湾は、今後、
この廃墳級を8隻建造する計画を立てていて、日本円で1兆6000億円の予算を組んだ。現時点で、台湾海軍における潜水艦戦力は、通常動力型潜水艦4隻となっているが、いずれも数世代前の旧式潜水艦であり、最新の海虎でさえ収益は、1988年で、慣例はすでに36年ほどである。それでも、台湾海軍では、海竜級通常動力潜水艦の2番艦、海虎を、文字通り、虎の子として、現在も運用している。海虎の初舷は、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートルとされ、ディーゼルエレクトリック機関による速度として、水上最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射管からは、ハープーン追艦ミサイル SSM を発射することができる。これらの性能だけを見れば、現在においても十分に通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに3世代前の主力潜水艦として、現時点で、その全てが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に、乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であると認識して良いレベルだ。要するに、中国海軍が保有している潜水艦の性能には到底及ばず、世界的に見ても低レベルとされている中国軍の哨戒能力であっても、海虎は探知が可能とされており、さほどの脅威ではない。もともと、海竜級潜水艦のベースはオランダのツバ・ルトフィ級通常動力潜水艦であり、改良された海竜級を台湾海軍は当初6隻購入する予定であったが、これに気づいた中国がオランダ政府に対して購入を阻止するがごとく、強い外交圧力をかけ、それに屈したオランダ政府が追加契約を破棄したことによって、わずか2隻の購入しか許されなかった。この2隻の他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦については論外であり、いずれも太平洋戦争末期に建造された米海軍の通常動力型潜水艦で、その退役後に台湾海軍へと売却されたものであることから、軍事評論家などの間では骨董品とも揶揄されているレベルである。その骨董品のうちの1隻海氏は、1945年に就役した米海軍電池級通常動力潜水艦カットラスであり、1973年12月4日に台湾へ売却されており、慣例にすると80歳くらいだ。ご老体であることは間違いなく、近年においては艦体の耐圧柄の歪みが発覚したり、艦体各所に金属疲労が発生したりするほどで、水深20メートルくらいまでしか潜れないのではないかと噂される潜水艦である。そしてもう一隻のアザラシも同じく、1946年に就役した米海軍のパラオ級潜水艦タスクで、やはりアメリカ海軍退役後に台湾海軍に売却されたものであり、海氏とほぼ同じ規模である。両艦とも近年の潜水艦では装備されていないような艦上の5インチ砲、40mm 機関砲、20mm 機関銃が搭載されたまま運用されており、アザラシも、海氏と同様に金属疲労が著しい全近代的な潜水艦として、その実用的な潜水深度はやはり 20M ほどではないでしょうか。このように、台湾海軍の潜水艦は、慣例40年以内の海竜級2隻はまだ戦えるとしても、慣例80年近くになる海氏とアザラシの骨董品2隻は、いつか近い将来に先行事故を起こす可能性が高いと指摘されており、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないだろう。中国が台湾侵攻を進める際に、中国軍は、海と陸から台湾封鎖を試みる可能性が高く、その中で台湾が強力な潜水艦を保有することは、中国海軍の海上行動を抑止する大きな要素となるため、是が非でも手に入れたいところだと思慮する。しかし台湾は
中国が国際社会にかける外交圧力によって、海竜級潜水艦が2隻しか導入できなかったように、西側諸国から最新鋭潜水艦を購入することは完全不可能に近く、また、潜水艦を自国で建造する技術も持っていない。確かに、空と海上では、ある程度の戦力を台湾軍は有してはいるものの、現代戦においては、極めて重要な戦場となる海中の警戒態勢が脆弱であることは、台湾にとって大きな悩みの種であり、台湾海峡を渡ってくる中国海軍は、どのような手段を使ってでも、台湾海軍の潜水艦戦力の増強を今後も阻止してくるだろう。現に、ハイクンが浸水した際に、中国側は、即座に反応して、身の程知らずだという声明を発しており、これまでも、中国は、自国にとって、大きな脅威となり得ると思われることに対しては、すぐに過剰な反応を見せてきたことから、台湾海軍のハイクン級潜水艦の導入が進むことを警戒しているとも言える。国際社会では、台湾海軍の潜水艦戦力の増強が早いか、中国の台湾侵攻が早いかといったことに注目しており、その影響が大きく出るのが、次の中国主席を決める2027年とも言われている。2023年12月15日に、現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発した。これは、アメリカの下院議会が、前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟オーカスの大きな成果だと評している。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に、大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるだろう。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容は、オーストラリアが、アメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べた。これまでにも、オーカスの締結によって、オーストラリアは、アメリカから、少なくとも、5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は、主に、イギリスとの協業で、新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきた。今回のニュースは、その動きを、確固たるものとする、政治的で具体的な第一歩であると召され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において、大きな節目となることを世界に示した形と言えるだろう。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶが、その内容には、オーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいる。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が、危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも、西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろう。こうした報道を受けて、オーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが、第三国に、原子力潜水艦の売却を承認したことは、初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待が、いかに、大きなものであるかが伺える状況である。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は、通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を、1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有、運用しているのみで、その老朽化が課題となっている。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦の南京の就役からも20年以上の歳月が経過している。
このコリンズ級は、スウェーデン海軍のメステルイエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル、全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として、533mm 魚雷発射管6門を艦首部に装備している。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され、今は、実戦配備中の潜水艦としては、最古参の親潮型にほど近く、こちらは、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルとなっている。親潮型は、ネームシップにして、一番艦の親潮が、1988年3月、最終11番艦の持ち潮が、2008年3月に収益を迎えた艦艇だが、すでに、一番艦親潮は、2023年5月に除籍、二番艦満潮、四番艦巻潮も練習潜水艦に変更されている。したがって、現時点で、海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は、8隻を残すのみとなっているが、ご存知のように、海上自衛隊では、年に1隻ずつの新増艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されている。四方を、広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊は、その戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは、自国の国防のようとなっていることは言うまでもない。現在の海上自衛隊では、こうした潜水艦隊を22隻体制とすることを、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは、2011年度からで達成に至ったのは、昨年2022年のことである。2011年以前の防衛計画の対抗においては、海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯がある。したがって、それ以前までも、年に1隻ずつの潜水艦の新増艦の追加は行われていたが、切れば、裏を返せば、最低で、16年で、潜水艦は、実戦配備を外れる状態だったといえ、今は、それが、22年のサイクルへと伸ばされたということができる。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の代替のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは、無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は、当然あったわけだが、このサイクルが、日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きい。翻って、オーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点では、アメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くとも、その配備は、2030年代の前半とめされており、未だ、しばらくの時間を必要とする。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは、現行のコリンズ級に近代化改修を施し、運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそも、コリンズ級は、開発段階から、様々な問題にさらしられていた艦艇だった。コリンズ級は、一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に、大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく、信頼性に乏しく、一時期は、6隻中で稼働可能な艦艇は、わずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだった。こうした状況下、オーストラリアは、コリンズ級潜水艦の代替を進めるべく、プロジェクトを始動させ、2016年4月には、フランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し、新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定した。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、
決定時には一部で懸念する声が上がったものだった。当時の日本は、この時のコンペには、その時に自国でも最新型であった、双流型を提案していたとされ、一時期は、アメリカが、日本の、双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まった。しかし、当時のオーストラリアは、国内の製造業の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は、双流型は、完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられている。それに対して、フランス1は、オーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果として、それが、大きな決め手となって、アタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだった。結果として、2016年のオーストラリアのこの判断は、猛烈な勢いで、海軍力の増強を図り、南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、また、アタック級の計画の遅延と費用の増大も、それに拍車をかけたと言われている。こうした流れから、コリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいなら、いっそ、バージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに、再度、日本からの通常動力型潜水艦の調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれている。ただし、個人的には、これまでの経緯を総合して考えてみても、今更、日本が、通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の息を出ない見方だと感じている。